見頃を迎えた山野草や盆栽などを展示即売する秋のフラワー展が東温市で今日から始まりました。東温市で開かれている秋のフラワー展は県園芸文化協会が主催しているもので、山野草や盆栽、バラなど愛好家が丹精込めて育てた150点が展示即売されています。石鎚山系にも自生しているという珍しい多肉植物茶ボツメレンゲに、赤と白の可憐な花が咲くのはそばの花です。白い花が咲く多年草姫のボタンは高知県の牧野公園から花の種を分けてもらい育てたもので、訪れた人が鑑賞して楽しんでいました。このフラワー展は明日まで開かれています。